カザフ語アルファベットはカザフ語を書き表すために使われる字母である。時代や地域の違いによってキリル文字、ラテン文字、アラビア文字といった多様な表記法が作られていた。現行のキリル文字表記はソ連時代の1940年に制定されたものである。これはカザフスタンやモンゴルのバヤンウルギュ県において公式に用いられている。ロシア語で使われる キリル文字33文字と、カザフ語用のの9文字を加えた42文字から構成される。なおこのうち、ファイは、カザフ語の固有語には用いられず、外来語にのみ用いられる。また、とはロシア語の発音と異なる。前者は、やと同様に発音され、後者は、ハンボイン W として用いられ、また、のようにも発音される。 Windows でのカザフ語キーボードは以下の図に示す通りである。日本語のキーボードでは数字が割り当てられている。最上段にカザフ語の拡張キリル文字が割り当てられている。カザフ語キーボード2017年10月26日の大統領令和2018年2月20日の大統領令和1924年のラテン文字とアラビア文字の表1931年の ラテン文字とアラビア文字の表過去に、ラテン文字表記が制定される前にもアラビア文字表記が使用されていたが、2018年現在においては、新疆ウイグル自治区のカザフ人が、アラビア文字の聖書法を使用している。特徴としては、前絶母音の表記に、ハムザを母音字の上に付加して書き分けている点である。展示表記はロシア語のものと、むね同じであるが、句頭点などに、 多少の差異がある。以下に差異を示す。拡張文字のうち、は、かつて、ロシア語で使われていたものを再利用したものになっている。また、は、を、左右反転した形が使われている。障害と、カザフ語、言語学大辞典第1巻、1147から1151ページ、ゼザコン、KZ ハットカザフスタン、ニューラテンアルファベットクリティサイズド、 アズアポストロフィカタストロフィー、e u r a s i n e t o r g z z, テングライヌズ、kz, カザフの文字、地球言葉村、ワールドブレールユー遊生ジサードエディション、p78。ありがとうございます。